連敗脱出へ先発を託されたのはチームトップの6勝を挙げている藤井。自身5連勝中と抜群の安定感を誇る左腕は今日もボールを低めに集め打たせて取るピッチング。今シーズン最多の111球を投げ7回途中1失点でマウンドを後にします。すると打線はその裏、ワンアウト1塁3塁で2番村林。ショートへのゴロでしたが、あらかじめスタートを切っていた小郷がセーフとなり、しぶとく1点をもぎ取ります。勝ち越しに成功します。最後は守護神則本が抑え、1点のリードを守り切った楽天。6月最後の試合を勝利で締めくくり、連敗を4で止めました。